夕方の旭川の街をちょっと散歩してみようかなと思いまして、日長くなったね。歩いてきてみました。歩いていくよ。もうドクターヘリ飛んでるわ。頑張ってますね。ここはDCMだね。ホームセンターみたいなところです。はい、また歩いていこう。もう行っちゃった、ドクターヘリー。早い早い。前も来ましたね、大雪アリーナ。スケートリンクがあるんですよ。多目的だからスケートリンク以外も夏になると、滑る滑るこれ雪が結構ある。いろんなことに使われます。まあこっちの駐車場の方もね、なんかいろいろ使われるんですよ。今はまだスケートやってると思います。そしてね、アリーナ食堂ってあるんですよ。そこが安くて意外と美味しい穴場ですよ。そして左手が道の駅旭川。はい、行きましょう。うっすら明るくて、結構駐車場人入ってますね。車入ってます。ほら、豚丼ラーメン上りが上がってる。結構大きいんですよここ。クリスタルフォーですね。音楽とかをやる会場。前も来ましたね。モニュメントがあるんですよ、不思議な。いや、いっぱい雪ある。まだ雪解けなんだけど、すごくある。この辺はないところは全然ないんですけどね。もう会場の前は雪ない。ああ、この時間に結構綺麗だね。これモニュメントが綺麗。これなんか題材とかあるよね、きっと。どっかに書いてあるんだけど、わからないですね。バス停がありました。クリスタルホール前、神楽三条七丁目だって。旭川電気軌道のバス停。クリスタル橋まで来ました。まだ明るいね、旭川駅周辺。北サイト、川向こうが北サイト。まだ明るいわ。JR 院から何から、今ちょうどね、列車が出ていったとこですね。下りの列車も来るかもしれない。今通ってた部分が、ね、少し溶けてて歩きやすいです。なんとなく静寂してる。やっぱり夕暮れ。今何時だろうね。5時半が日没って書いてあったけど、あ、日没はしてますね。スキー場サンタプレゼントパーク、ナイター営業してます。よし、だいぶ歩きやすい。ポツンとね、堤防歩いてる人いる。今川じゃない、橋降りてきた人なんだよね。あんなとこ歩いてくるんだ。ちょっと一番上まで行こう、橋の。ああ、水鳥いる。水鳥いますわ。橋の一番上ぐらいのところです。今まだまだ明るい。列車見えるね、あの駅の中に。静かに川流れてますけど。
車の台数も少ない。今日土曜日ですね。土曜日。よいしょ。今日なんか大会があったみたいな、スキーの。ああ、街明かり。かすかな街明かり。向こうにも橋あるからね。新しい橋。うん、今ね、カモが飛んでったけど、その2羽は動かない。夜だもんな、もう。鳥ってなんか、鳥目ってないらしいです、実際は。見えてるらしい。ただ危ないから飛ばないだけどね。あ、なんか列車出たような気がする。向こう側。この線路の脇まで来てみました。もう大会の生々しいスキーの跡が残ってますわ。バーサーなのかな？バーサーロペットかもしれない。日にちがわかんないので、ただ通過した時に、いっぱい今日スキーでゼッケンつけた選手が走ってたんですよ。うん、多分それかもね。場所が変わって今ここになったんです。前違う場所だったんですよ。あー、明るい。これイオンの駐車場です。お、青い感じだね。映像では青い感じ、すごい。色濃い。あ、誰かこんなとこ上がってった人いるんだ。すごいな。パワフル。まあ、こっち行ったら町の方にすぐなんで行けます。ベアーズマガジンの編集室はね、神楽というところにあって、今渡ってくる前のこっち側が神楽になります。米沢先生の利休というところも神楽になります。先生がいいとこだよって言ってたんですけどね、昔から好きな場所だよ。まあ、町に行っても、まあ、別な機会にね、行くとして、またちょっと橋の真ん中あたりまで戻ろうかな。まだ山見えるな、この時間帯。右手の方がね、高架線、線路です。寂しいよね、考えたら。東京とかで考えたらガンガン来るじゃない。全然来ないですわ。まあ、それがいいのかもしれないね。ある意味。お、足元が。よしと。じっくり眺めてやるか。また動きあるかもね。列車が。多分、札幌方面から入ってくるやつあると思うんだけど、時間帯が違うのか。向こうの端のところはガンガン車いるな。こっち少ない。なんかね、撮り鉄ではないんだけど、なんていうか人っていうのはこう列車を見たくなるね。特にこう夜綺麗なんですわ、やっぱり。あ、真冬だったらこんなじっとしてられないの、寒くて。今の時期すごい寒いとはいえあったかい。でもまあプラス気温といつも太陽が沈むとこの歩くところ凍ってくるので、さっきもちょっと滑ったっすよ。結構滑ったっす。なんか列車の来る気配もないので、ね、
今日カレー作らなきゃなんだしな、これから戻ってということで、またお会いいたしましょう。ではではまたまた。